どうも TQQ です。先日の強化で最近熱いヒーローのキャスディ威力減衰緩和の恩恵がコントロールマップでは顕著に現れてます。ファニングは6発命中の最大ダメージが300で、グレネードの最大ダメージが131、ローリングもデッドアイもリロードされるっていうのがポイントなんですけど、それを組み合わせてキャスディの最大ダメージが出せるコンボ、マグネティックグレネードファニングローリングファニングデッドアイキャンセルファニング最大1031ダメージを生み出す奥義となってます。素早くアルティメットをキャンセルすることによってただのリロードにしてしまう技なんですけど、この試合は撒き散らしてきました。ぜひご覧ください。モイラジャンクか。ぶつかへんこれ。おー、勝ってる勝ってる、ナイス。微動ジャンクや。サポ戦で DPS 練習中、トレーサー裏取り晴らすしかできない。味方がウィンストーンやったら、てかダイブタンクやったらキル取らなあかんけど、ダイブタンクじゃなかったらキル取れないっす。あと相手がルシキリやったら DPS 狙った方がいい。ルシキリは死なない。てかキリコが死なない。痛すげえ。逆にゼニーやったとかなんかいたら、相手にゼニアナとかいたらゼニアナらへん狙った方がいいけど、多分キル取れるはずやけど、そうじゃなかったらなんかフォーカスとか変えた方がいいかもな。回しやったら回し狙うとか。いけんねんな、これがまた。黒玉痛い、ちょっとソルジャー右か。死ぬ、危ね。この回復パックマジ頼りになってるわ。はっ、俺と目が合ったはずやのに。前の感覚とデッドアイ違うのかな。ここアッシュにするか。高田用意し、てててててて、足んな、死ぬわこれ多分。えぐ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 え、限界値あったって今。退却しないよ俺は。だってここは死なないから多分。するか。シグマ出ず。パラマンも落としやすくなったんかな。ちょっと距離減衰緩くなったら。マーシー打ちたいけど、マーシー結構見えてるー。ブルルルイブルルルイブルルルイ
うれれれい。ファニングウルトキャンセルローリングファニング。キツネ使ってたし、あんまり俺のウルト使うのもよかった可能性ありけり。このエコーがマジで強いわ。オイラウルト使ってくれたかな。ことだ。痛い。俺アッシュの方がいいって。2発目モイラ。はい、惜しい。とりあえずファニング。やだいやだい。キャスディやっぱ強えぞ。やばい、来る。ファニングリロード、ファニングウルトキャンセル、ファニングアンタークティックペニンシュラ来た。マジか、やりたかったペニンシュラ。マッチとんでもなく早いね。まずい、このタイミングのパイルは。狙ってやがったな貴様。意味わからんしに。え、なんか最近ソジョーの評価ちょっと下がってる気がする。あ、もうクラバンの癖エグい。もうクラバンの癖マジで抜けへん。こんなんどうやって生きるん俺。無理無理、どうやって生きる。絶望すぎな。なんで4、もうってもう嫌いや。ヒットスキャンっていうのはもうこういう時あるもん、絶対あるもん。なんかフット、でっか、なんかでか今のパルス。え、何が死んだ相手。これさか、バスティオン出そう。嘘やろ。危ねえ危ねえ、許して。それじゃあ一回とし。キャス強えわ、やっぱキャス強えわ。お立ち台。もうなんかボールに貼っただけで終わったんよな。正直ゼニとソルジャーいけたら勝てるわな。よし、ナイス。